いい色がついてきましたね、これね。全体的、あ、この色。この色ですよ。はい、どうも、山根さんです。はい、ということでですね、今回はですね、コラボ動画でございます。今回はですね、明治さんとのコラボで、こちら、見たことあります？これ。チューブでバター3分の1ですね。これね、僕の子供の頃からあるんですよ。使ってたことあるんですけども。これね、普通のバターと何が違うかっていうと、柔らかくて使いやすいってことですね。チューブからこう、ひねって、絞り出して使うんで、簡単にね、この追いバターができちゃうんですね。今回はこちらの、コラボということで、こちらを使ってですね、私が最高に美味しいフライドポテト。フライドポテトって言っても、じゃがいもじゃないんですよ。今回はですね、長芋を使って、無限フライド長芋。こちらを作っていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。はい、じゃあ材料紹介いきます。まずね、長芋、まあ、これね、洗ってあります。これが 250g。 青のりね、すごく合いますので、はい、これを、使います。もう忘れちゃいけない、この明治チューブでバター3分の1ですね。これをね、今回はなぜこれを使うのかっていうのも説明しながらやっていきますので、期待してください。はい、その他調味料は概要欄に、記載がありますので、そちらチェックしてみてください。はい、じゃあ今回ですね、このチューブでバター3分の1をコラボする上でですね、何が重要かと思いますと、このね、チューブでバター3分の1は3分の1バターが使われてるんですね。私も3分の1お酒でできてるんですよ。もうほぼ僕とチューブでバター3分の1は一緒ですね。ということでですね、このコラボを祝しまして乾杯したいと思います。じゃあこれもね、ちょっと3分の1入れますからね。はい、リュウジでお酒3分の1です。2分の1ぐらい入ってるかもしれないね。はい、じゃあチューブでバター3分の1、のコラボを祝しまして、リュウジでお酒3分の1をやっていきたいと思います。最高ですね。ということで、やっていきたいと思います。はい、じゃあ早速やっていきたいと思います。まずね、長芋ですね。今回もうポテト状に切っていくんですけども、長芋ってこういう形状なので、こういうやり方するんですね。大体ね、1センチぐらいに切って、こうね、輪切りにしちゃうんですね、まず。で、こっからまた切っていくと。長芋の場合は結構ね、火の通りって早いんですよ、長芋。なんで、ちょっとね、これをこうちょっと太めに、こう何ていうんですか、輪切りにしたらこう3分、これあ、これも3分の1ですね。輪切りにして3分の1にしていきます。はい、でちょっとね、太い方がね、長芋っていうのはちょっと真ん中にシャリッと感、歯ごたえが、きますので、これぐらいね、太くね、切っちゃって大丈夫ですよ。で、皆さん、あのね、皮はね、つけといていいです。揚げて火が通るとね、全くこの皮の感じが、気になりませんし、皮を剥いてしまうと、せっかくね、食べられる部分をね、削いでしまうことになりますし、めんどくさい。だから、めんどくさいことはしないでいいです。じゃあ、ボウルに入れちゃうんですよ。この時点で、下味つけます。じゃあ、ここでですね、お塩、まあ、小さじ3分の1。あ、これも3分の1だ。全部3分の1じゃん、今日。そして、うまみ調味料。1、2、3、4、5、6振りですね。これでちょっと、うまみをね、全体につけていきます。混ぜちゃうんです、こうやって。で、下味を、この、長芋につけていきます。で、全体、混ざったら、で、ここに、衣、今度つけていきますね。まず、片栗粉、大さじ1杯。薄力粉、大さじ1杯。ブレンドします。はい。今回は。これをブレンドして、ここにまぶしつけていきます。長芋っていうのは、このとろみがあります。粘り気がありますんで、すぐね、この、衣がね、絡むんですよ。絡ませるときは、全体がばらけるように。こんな感じで全体が、白く、ね、衣がつきましたら、あとはね、揚げていく。はい、じゃあ、油引いていきます。油もね、ちっちゃいフライパン使えばね、これ、もう鍋底1センチぐらいで揚げられますので。火をつけていきます。中火。で、温まるまでやっていきます。で、お箸入れるとね、こうやって、箸先がふつ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 いってきますんで、こうしたらもう揚げられますから。から、長芋を入れていくと。美味しいです、皆さん。これぐらい少ない、油の量でもこう入れられるんです。長芋でこう傘が増しますんでね、こんな感じでもう入るとこに入れちゃってください。サクッとやります。
ちょっと強めの中火ぐらいでも大丈夫です。芋類でやるんであれば、長芋のフライドポテトが一番美味しいと思うんですよね。なんでかっていうと、そのホクッと感がね、いいし、あのフライドポテトとかだと下処理が面倒なんですよ。水につけたりとか、細く切ったりとか、あと揚がるのもじゃがいもってすごく時間がかかるんですけども、長芋って火の通りめっちゃ早いんですよ。だからフライドポテトより何倍も簡単、そして美味しいんです。ちょっと火が通ってきたら、こうちょっと転がしてあげてください。そうするとまんべんなく火が通っていきます。本当に色で見ちゃって大丈夫ですね。どうですかね、これ皆さん。いい色がついてきましたね、これね。この色を全体につけたいんです、これを。全体的、あ、この色。この色ですよ。じゃあね、こうちょっと転がしながら5分ぐらい、強めの中火で揚げました。なんでね、これね、これぐらい、もう全体的に、いい色が、美味しそうな色がついてますね。これを揚げていきます。こうね、ザルに揚げるといいですよ。あのキッチンペーパーとかでもいいんですけども、キッチンペーパーとかだとね、ちょっとこのせっかくのカリッと感がちょっと失われちゃうんですよね。ほら、ザッコザコなんですよ、これ。下に直接乗る塩と、あのこの素材に染み込んだ塩ってちょっと違うんで、ここでお塩、ちょっと振ります。これね、好みですけども、まあ、僕はあのお酒と共に行きますんで、2つまみぐらい。いきますね、はい。青のりですね、青のりもここでパラッとこの状態で振った方が全体的につきますんでね。かうまそうだな、これ。勝利が約束されてますね、皆さん。待たせたな。チューブでまた3分の1ですね。これをギュッと絞っていきます。ほら、この存在感ですよ。これね、ちょっとつけながらね、で、溶けて染みていきますんで、だからこれね、柔らかいから後乗せしやすいんですね。ということで、こちらで無限フライドナガ完成でございます。それではできましたので食べていきたいと思います。あとの風味があるから、じゃあビールちょっと持ってきて。すいません。あ、どうもすいません。じゃあ、いただきたいと思います。いただきます。最高ですね。このチューブレバターですよ。これね、チューブレバターっていうのは普通のバターより柔らかいんですね。180倍柔らかい。こういうポテトみたいな感じでですね、つけて食べる料理にすごく合ってるんですね。普通のバターの2倍口溶けがいいんで、これ固形が残ったまんま、これ口に入れるんですよ。はっ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 、最高。入れた瞬間、このバターの香りが発酵、口の中でいっぱいに広がるんですね。これがね、最高に美味しい。下にね、染みてるんですよ、バターが。こっちもいっていいですか。長芋がね、ホクホクなんですよね。普通のポテトをこれぐらいホクホクにするって、もっとね、かかるんです。30分ぐらい揚げなきゃいけない。長芋だと、ものの5分でホクホクになるんですよ。うまみのある衣、青のりの香り、そこにチューブでバター3分の1の香りが加わると、鬼に金棒ですよ、これは。リュウジに酒、ビールに合うんですよね。なぜこのチューブルバター3分の1を今回選んだかっていうのがね、ここからが真骨頂ですよ、皆さん。これチューブルバター3分の1を取り出しまして、ここに絞ってください。もうマヨネーズのごとく。チューブルバター3分の1ってすごく柔らかいんで、添えてね、いただいて、こうやってね、見てください。これがチューブルバターのすごいとこ、バターディップですよ。これ最高に美味しい食べ方。これをディップして、舌に広がるんですよ。これが最高にうまい。ここでね、皆さん、生ニンニクいっちゃいます。で、ここにチューブでバターちょっと、追いバターディップでございます、これ。はい、そしてお箸かなんかで、ね、少し混ぜていただいて、これね、この生のニンニクを混ぜて、これをちょっといただきます。ちょっと待って、これこれみんなやったわよ。最高にうまい。
ちょっと追いビールしてきました。こんな感じで生のニンニクですとかハーブとかもいいですね。あのバジルとか乾燥のもの売ってるじゃないですか。それで混ぜるとあのもう絞った段階でバターよりずっと柔らかいので、他にないやつだと七味唐辛子とか混ぜて七味バターとかもめっちゃ合うと思います。ということでですね、無限フライド長芋いかがでしょうか。チューブレバター風味とコクが合わさってこそのこの無限感だと思いますんで、追いバターディップしていただいて、でディップするときはちょっと生のニンニクを吸っていただくといいかなっていうふうに思います。はい、まさに無限な食べ方なんで皆さんぜひやってみてください。